前すごい車の通行がなくなってるぞ。めっちゃすっきりしたね。じゃあエディオン行こう。エディオン、これ東宝シネマは株主じゃないんだよな。ナンバーの高島屋、建築の歴史的な場所があるんじゃないかな。ラーメンパーク恵比寿さん、さあ見てこう。これ結構ね空いてるよね。吉祥寺だって、懐かしい京都。京都のラーメンうまいよね、濃くてね。あ、これ白いの、九州ラーメンだね。塩ラーメン昼顔ってあれ、あそこだ、堺にあるぞ。これも塩ラーメン、塩ラーメン今流行ってんだね。ものとしてはこれは魚介系家系だよね。炙り牛骨、今休憩場所だ。でこれが出口、なんか京都っぽいよね。毎度お気に入りね。なぜか忍者コーナー、あとね時計が見れるんだよね。忍者グッズ持ってる。どうだろう。忍者グッズ。あれ、ゴジラマイナスワンだ。すごい。プレイステーション5。あ、やっぱグラフィックが全然違う。全然違うよね。セットだ。任天堂スイッチ欲しいんだよね。でも実際に乗ってる人見たことないよな。ループしか見たことない。大体15万ぐらいだ。あ、これ安いな。これか。これだったらどうだろうな。6万5000円何かが劣るんだもんね。700円、多分。あ、これ税込みか。ナンバーつけられるね。どうかな。で、20キロ、時速20キロ。あれ、点滅がついてないよな。だから歩道は走行ダメ。ただ電車にはちょっと無理かな。やっぱ車に乗せてっていう感じですね。